い、どうもこんにちは、ハゲルです。今日は大人気シリーズ、初心者ギタリストのための音楽理論講座。過去にどんな動画出してきたかっつうのはちょっと多分後で順々にお話しすると思います。今日取り上げるのはダイアトニックコード。ご存知ですか？これ名前くらいは聞いたことあるって方は多いんじゃないかなと思うんですけど、よくわかんないですよね。これなんかね、 C コードですとかセブンスコードですとかパワーコードなんですとか、そういう特定の音の組み合わせについての呼び名じゃないんですよ。つまりこの音ですって1個鳴らして説明するってことができないんですね。ただしこれ理解してると耳コピが爆速になります。実体がないものだからこの理解するの難しいと思うんですけど、できるだけわかりやすくお話しますのでついてきてください。ざっくりこんな感じでいきます。一覧表をまず出します。で、使い道の話、最低限の法則を説明して、ノンダイアトニックコードってやつにも触れて、まあ音を聞いてもらって他のキーのお話をして、ここで五線譜が得意な方はつまりこういうことだよってお話をすると、あとは耳コピの匂いっていうのと、次回はセブンスを積みますみたいな、そんなお話をしていこうかなと思います。じゃあまずダイアトニックコード、実際これ何か、もうこれです。はい、ドン。もはや見てください、これをね、まあ、ホワイトボードに書くのがちょっと大変だったので、皆さんにスクリーンショット撮るのがいいかなと思います。これ SNS に上げるときはね、この動画の URL もね、たくさんお願いしますよ。まあちょっとずっと出してると僕がちょっと喋りにくいので、一旦はい小さくします。見やすい表になってると思いますこれ。うん、でこの表かなり便利なんだけど、でもさ、皆さんこれがどう便利なのかまだわかんないですよね。使い道がわからない、お話しします。これね、そのキーの中で使っていい7つのコードが記されています。横一列になってるって感じですね。ダイアトニックコードってのはつまりそのキーの中で使っていい7つのコードのことです。わかった？つまりは一般的な曲はこの横並びの7つのコードで成り立ってるよっていうお話。皆さんがなんか最近弾いてる曲とかよく見たらそうじゃないですか。どの段かわかんないけど、どっかの一列の中に収まってることが多くない？まあ転調とかするとまた別になっちゃうんだけど、まあこんな感じで、耳コピするときとかはこのどのテーブル、どの段なのかさえ見つけられたら、選択肢がもう7つに絞られるということで、膨大なコードの中から探す必要なくなんだよね。しかもこの一番端っこの7番については極めて登場頻度が少ないので、実質6個よっていう、このキーの中で使っていいコードというより、普通このコードくらいしか使わないっしょっていう厳選された7名、この選抜のされ方がダイアトニックコードです。何それ、超便利で、まあ、さっきのとこスクショ取らなくてちょっと後悔したでしょ。 OK、 もう一回スクショタイムだ。はい、ドン。ただしこれ全員高評価ボタンよろしくお願いしますね。じゃあまあこれでせっかちな方は多分皆さん動画閉じようとするんだけど、まだ理論について何もお話ししてないですよね。なのでこれこってり話すとすげえ難しくなっちゃうんだけど、最低限の法則をふわっとお話ししていきます。でもそのためにはやっぱりキーとかスケールとかコードとかってのが何なのか、これを知っておかねばあかんのだな。全部話すとやっぱりこってりになっちゃうので、知りたい方、まだ理解できてないって方はそれぞれ超丁寧に解説してる動画がありますので、概要欄にこれリンク貼ってあるのでね、見てください。あ、チャンネル登録お願いしますね。それぞれ一応超簡単にだけさらーっとお話しします。まずキーっていうのは全部で12個ある音程の中で、主人公とその他6人の登場人物を決めるっていうことなんだよね。12個ってのはあれですよ、鍵盤にね、1オクターブ、ここから1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12で、13個目でこの1オクターブっていうの、同じまたドに戻ってくるからね。この12個ある中でどの音を使うのか、どれを主人公にしてその他6人をどれを選ぶのかみたいな、それがキーですね。でスケールっていうのは、主人公を決めたら1オクターブ上までどんな音階で上がっていくのか、まあ、つまりこの12段の螺旋階段、13段目で同じところに戻ってきますっていう螺旋階段のどの段を踏んでどの段を踏まないのかっていう法則ですね。この踏まない段はここですよみたいな、そういうののこと、これスケールって言います。でコードっていうのは特定の音と仲良しの2人ぐらいのチームのことですね。これ日本語では和音って言って、対義語は単音です。以上です。まあ駆け足でしたけどね。でも今結構わかりやすいな。これ今のとこ切り抜いてショート動画にしよう。よろしくお願いします。そう、その上でダイアトニックコードってのはキーのスケール内の音をコードにしたものって言っていいかなと思います。スケール内の音でできるコードとも言えるけど、まあスケール内の音をコード化したものですね。主人公とで、その物語でいい味を出す6人。1,2,3,4,5,6人に、それぞれ仲間をつけてチーム化したものっていうことですね。例えば今、キーは、ドから始めたので、キー C ですね。で、そこで使うスケールは、ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、ドですね。まあこれ C メジャースケールってやつなんですけど。で、このド、ドに、チームメンバーをつけてコードにする。これが C コード。で、レにチームメンバー、これとこれをつけてコードにする。これは D マイナーってことですね。で、ミ、これにチームメンバーを2人加えて E マイナー、ファにまた2人で F、ソで G、
A で Bm7 フラット5 B ディミニッシュみたいな、まあ、これがダイアトニックコードですね。 OK、 なるほど、皆さん分かりましたか。 C D E F G A B、 え、これってつまりそういうコードなのか。 C で D で E F F G A B、 なんかこれちょっと違わない？なんかさ、C、D コード、E コード、F コード、こうはならないよね。正しいコードではあるんだけど、なんか曲っぽくない。で、さっき僕が鍵盤で弾きました。C の次、D マイナー、E マイナー、F、G、A マイナー、で、B マイナー、7フラット5。うん。で、まあ、C ですね。これがダイアトニックコード。自然に使えそうな響きのコードがダイアトニックコードです。なんでこっちの方が自然かっつうと、まあその答えは割と簡単で、ドとレとミとファとソとラとシだけを使いましょうっていうルールなんだよ。なのでその通りにすべきってなった時にね、普通に C、D、E ってやっちゃうと、このチームメンバーの中にシャープとかフラットとかが含まれちゃうんだよね。 C コード通りそうでしょ。で、D コードってなるとレとファシャープラ、 E コードはミとソシャープシっていう風になっちゃう。今のキー、まあキー C で今説明してるんですけど、今のキーではシャープとかフラットとかを一つもつけちゃいけませんっていうのはこのキーのルールなのに、コードのチームメンバーにそのシャープとかがフラットとかが入ってきちゃうと、それはこう臨時記号をつけて対処すべきで、つまりちょっとした異常事態なんですよ。これが起こらないようにチーム編成していくっていうのがダイアトニックコードのルールです。多分次話すのが多分一番今日難しいお話かも。ちょっと頑張ってね。一応簡単に話す。コードっていうのは基本になる音と、で、その音を数えて3つ目の音、1、2、3、3つ目の音と、1、2、3、4、5個目、1、3、5、この組み合わせでコードってできるんだよね。今のこの数え方は度数っていうのね。これ超詳しい動画出てますので確認してください。で、D っていうコードはこのリーダーがレです。で、3つ目は、このファシャープ、5つ目がラ。このファシャープになってればこれは D なんだけど、普通のファを3つ目こっちを使う場合、D マイナーって言うんだよね。これが D、これが D マイナーで、このキーもう一回 C のキーで話してます。ドとレとミとファとソとラとシだけが使える音ってなってるのに、レの、じゃあファのシャープがついてくると、これ異常事態なんですよね。このキーではレがリーダーの時はファは普通のナチュラルのファを使っておいた方が自然だよねっていう風になります。だからここは D マイナーになります。もう一回ダイアトニックコードのポイントを言います。普通このキーではこのコードとかをよく使うよねっていう話なので、ここではファシャープよりも普通のファの方が自然でよく使うんですよ。もちろんね、曲の進行によってはこのあえて D マイナーじゃなくて D を使う時もありますよ。でもまあこれは結構あるっちゃあるんだけど、つまりは今はダイアトニックコードじゃないコードを弾いてるよねってなるんで、そういう時はこのダイアトニックコードじゃないコードっていうのを名前そのままです、ノンダイアトニックコードって言います。弾いちゃいけないわけじゃないのよ。でもダイアトニックコード以外の音を弾くとちょっと特徴的な響きになることが多くて、お、あ、お、おってなると思います。ちょっと弾いてみるか。なんか弾きます。今回は全部キー C でいきますので、さっきの表の C の部分だけ一列だけ出しておこうかな。これ出しておいたまま、じゃあ弾きます。待って、ここの音変くない？この音、このコードを単品で聞くと綺麗なコードだよね。でもなんかその流れなんか違わないっていう風にならない。ここ今ノンダイアトニックコードです。他にもじゃあ似た感じでいくか。待って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 、ここ変くない？これがノンダイアトニックコードが入った時の響きです。こういう曲がないわけじゃないんだけど、普通に聴いてて、はいはい、そんな感じで、ってなりません？これがノンダイアトニックコードが出てきた時の、ちょっと、あれ、普通ってそうじゃないような気がする感です。これはね、悪いことばっかりじゃなくて、なんか特徴的になるので、うまくハマると、そこがいいんだよっていうのになります。まあ、代表的なのでいくとそうだな。違和感ある中では違和感が結構ないのよ。
違和感ないのはこうなんだけど、さっきのはわかるかな、このあーっていう音が、ノンダイアトニックコードだけど、これは進行的に、いやこれはかっこいいからありだよねって結構みんなが使いがちなノンダイアトニックコードですっていう、こういう感じだから悪いことばっかりじゃないっていう、そういう感じです。とにかくうんってちょっと引っかかりがある、だからこそそこがいいみたいなコードもいっぱいありますっていう、そんな感じでございました。ちなみに、はい、じゃあこれもう終盤、最後のお話になるかな、どうかな。今日の動画ではこれまでずっとキーを C ですっていう過程でお話ししてきました。当然世の中にはキーが C じゃない曲もいっぱいあるので、そんな時はどうするのか、それはこの表、はい、これの段が動くだけです。でこれを見てもらいながら、すっごい大事なことを3つお話ししますね。1つ目、どのキーであってもダイアトニックコードは7つ。2つ目、マイナーのつく位置が絶対に同じになっている。3つ目、つまり何度のコードなのかが超重要っていうことです。これ一番上にローマ数字で1とか2とか3とか4とか5とか6とか7とか書いてあります。これがすっごい大事で、そのまんま度数になっています。で2つ目のとこ、これはつまり2度ですね。縦1列見るとどのキーでも2度のコードってマイナーになってんだよね。でそれと同じで3度とか6度のとこも必ずマイナー、縦1列ザーって M が書いてあるでしょ。7度のとこは必ずマイナー7フラット5が書いてあります。これがすっごい重要ってわけで、逆にね C コードって書いてあるのがこの表だと3箇所出てくる、3箇所で合ってるような気がするんだけど、その時によってそれが何度なのかが変わります。そして C じゃなくて C マイナーがダイアトニックコードとして含まれているっていう、そんな段もあるよね、そんなキーもあるよねっていう、そういうことです。こんな感じで、じゃあ今超重要なこと言うよ。多分これが今日超重要、何度も言ってる気がするけど、これ最後の超重要な気がする。実際に何のコードであるのか、これも大事なんだけど、ギターを弾いたり耳コピーしたりするときは主人公が誰で、そいつから見てそのコード、例えば C コードはどういう存在関係性になってるのかっていうのがすっごい大事っていうことです。この C コードなんだけど、どこにあるかによって役割が違うんだよね。この役割ってすごく大事なんです。例えばあなたのお母さんって、あなたのおばあちゃんからすると娘になりますよね。これが関係性の話、役割の話。でもお母さんにも個人名ってありますよね。その個人名が C コードみたいな、そういう感じですっていう、この辺をしっかり理解できると音楽聴くのめっちゃ楽しくなります。もしかしてね、いやもしかしてっていうか、多分まだ分かんないと思うんだよ。分からない、もうそれは分かんないよ。でもこれ音楽いっぱい聴いて、あ1度2度っていう、2度はマイナーで5度ってここメジャー、これよく出てくるの5度、みたいな、こういうのを音楽いっぱい聴きながら分かるようになってってください。ちなみに五線譜を読めるっていう方は、実はこの話めちゃくちゃ簡単だったんでね、臨時記号がついてる和音は大体ノンダイアトニックコードです。まあそうだよね、調合でキーが決まってんだから、臨時記号がつかないコードはダイアトニックコードで、臨時記号が必要なコードはノンダイアトニックコードってことになるよね。わかりやすい。まあ今日はそんな感じですかね。みんな耳コピーできなくてこれまで必死に、なんなら動画とかこう手を見てこう目コピーしてたでしょ、今何フレットだ何弦だみたいな。ダイアトニックコードを覚えておけば、耳コピーってこの中から探すだけなので超簡単になるぜ。でまあ今日はそこまで話さないけど、この1番とか4番とか5番、つまり1度とか4度とか5度ってそれぞれ役割があるんだよね、関係性で。でそうするとそこからなんか醸し出る匂いみたいのがあるんですよ。僕らは耳コピーをこの匂いでしてます。もうね、鼻コピですちょっとよくわかんない。初めて見るドラマでもさ、こいつ悪やつっぽいなとか、あこいつ多分お母さんなんじゃないのみたいのってなんか醸し出てるよね、わかるよね。僕らはそれを音楽でできます。しかも秒で、鳴った瞬間にわかる。かっこよくないですかまあそういうことです。ぜひ覚えてってください。今日の動画はとりあえず皆さんが苦手な音楽理論を楽しく学んでもらう第一歩になるために、結構頑張って作りました。ぜひ感想コメントとかね、高評価ボタンをお待ちしています。ちなみに今日やったの実は3和音のダイアトニックコードってやつで、7番のとこだけちょっとセブンスが入っちゃったりしてるんだけど、実は全部セブンスを入れた4和音のダイアトニックコードってのもあります。こっちはね C でいくと C メジャー7 D マイナー7 E マイナー7 F メジャー7 G セブンス A マイナー7 B マイナー7フラット5っていう、ちょっと難しくなるので、これ次回お話ししようかなと思います。まあこの動画が伸びたらにしようかなこれ大変なんだもん。ぜひその動画見たいぞっていう方はコメントください。あと予習として4つのセブンスっていう動画
動画を出した、それが結構わかりやすいので、それもご覧ください。で、こういう理論系動画、一応普段はギターを弾くぞーっていう動画の方が多いんだけど、理論系動画も再生リストにまとめてますんで、これは楽器持ってなくてもできるので、まあ、ギタリストじゃない方も見れるし、ギタリストがダラダラソファーの上でも見れるし、お忙しい電車の中とかでも見れますので、ぜひ有効活用してください。それではまた他の動画でお会いしましょう。バイバーイ。